どんだけ怒られるか見てみたいわ。飼い主の資格なし。だろうね。4ページも怒られます、これ選ぶと。こんばんは、ドコムスです。今日はスヌーピーの愛犬 DS、知っておきたい犬のこと、犬の能力、あなたのしつけ、実況プレイ、やっていこうかなと思います。このゲームね、ちょっとどういうゲームかわかんないんですけど、なぜかパッケージに動物病院監修って書いてあるんでね、もしかしたらゲームじゃないかもしれないんですけども、試しにやってみようかなと思います。はじめまして、いきなりなんだけど、君の名前を教えてもらってもいいかな。じゃあ僕の名前は、ありがとう、イヌーピーさん。うん、良い名前だね。犬では犬種カードを集めて完成するんだ。下画面のミルをタップしてビーグル犬の犬種カードを読むと詳しく知ることができるんだ。特徴、中性性格、毛色、大きさ、完全に辞書ですね、これね。犬種カードはルーシーの心の相談室でクッキーと交換してもらえるんだけど、そのクッキーを集めるのは大変なんだ。クッキーを集めるにはチャーリー・ブラウンや仲間たちの出すクイズに答えたり、ポストに届く手紙のオーダーをクリアしなくちゃいけないんだ。ただでさえゲームをクリアするのが大変なのに、注文が多くて困っているんだ。手伝ってもらえるか。あ、ゲームじゃん、やっぱり。イエス、よかった、助かるよ。それじゃ早速始めよう。どういうシチュエーションやねん。次のページボタンをタッチすると、この画面のページを進めることができるんだけど、タッチしてもらえるかな。ありがとう。では次にメニューの説明をしようと思うんだけど、今度は次へをタッチしてもらえるかな。こんな次へを促してくるゲームある？親切にも程があるぞ。愛犬チェック、このボタンをタッチすると、君の飼っている愛犬についてチェックしたり、犬を飼うための知識を得ることができるんだ。また初めて犬を飼う人に向けたアドバイスやドッグクイズで豆知識を得ることができると思う。あ、これ面白そうじゃん。では次へをタッチして次の項目に進んでみよう。めっちゃ次へを促してくる。かわいい。チャーリーマジいいやつだからな。あ、結構広い。すげえ。フィールド広くね。学校もある。やっぱこの、いいよね。このルーシーの相談屋さんね。5セント取ってくるけど。ウッドストックマジかわいいよな。飛ぶのがあまりうまくなく、おまけに目が悪くてコンタクトレンズをしている変わった鳥だけど、スヌーピーは、そうな、コンタクトしてんの初めて知ったわ。ウッドストックの言葉を理解できるのはスヌーピーだけなんだ。ってなんかことしか言わねえから。ルーシー、ライナースの姉で、不平や理屈を言うことが得意。自分中心に世界が回っていると思っているんだ。いや、その通りなんだけど、こうやって文章にするとむちゃくちゃほぼジャイアンだ。スヌーピーが上画面からサーブをしてくるので、タイミングよく下画面をタッチして打ち返そう。50回以上ラリーする。いくで。昔こういうテニプリのゲームやってたわ、ゲームボーイアドバンスの。うわ、むずっ。どのタイミング。スヌーピー、こういうスポーツマジうめえからな。あ、そういうことない。はいはい。いや、むずこれ。超強えんだけど。ちょ、もう一回やらして。普通に結構面白い。いや、ギリギリ攻めるな。どうやって方向を決めんのこれ。スヌーピーがむちゃくちゃ返してくるんだけど。打つタイミングでボールを左右に飛ばすことができます。遅めにタッチすると青色の花が、早めにタッチすると赤色の花が出ます。方向決めれないからさ、スヌーピーが端寄せてきたら負けるんだけど。いや、全然読めないじゃん、これ。よし、ぼや、今勝てたぞ。いや、全然負けないやん。どうやって勝つのこれ。いや、むずいって。どうやって勝つの？ああ、なるほど。スヌーピーに勝つゲームじゃなくて、ラリーをなるべくするゲームってことね。ちゃんと文章読んでなかったです。わ、クッキー10枚もくれた。俺は太る。わーい。とんでもねえ太陽が出てるぜ。あ、音ゲーきた。汚染符を通過すると、失敗音符に変わり、失敗音符が16個溜まると、え、終わらないけど大丈夫？
まあ、とにかくいっぱいやればいいんだよね。どういうシチュエーションや。あ、なるほど。あ、むずい。はいはい。難しい。いや、すごく演奏しやすかったんだ。気持ち程度だけれど、これを受け取ってほしいんだ。ちっこまいかよ。しけてやがるぜ。同じ種類のパネルがくっついていない。いや、つむつむ。なるべくつながってるやつ消して、で、もっとつなげればいいってことね。やってみよう。邪魔だな。なるほど。わ、これ、えぐいよ。いいね。これペパーミントパピーじゃない、パティ、大変なことになるよ。これはあえてここのルーシー消して、ルーシーじゃん、ペパーミントパティ消して、チャーリー消して、ペパーミント、うや、どうや、えダメなの。なるべくつながってるやつ消して、で、もっとつなげればいいってことね。結構良かったことないもん。ミニゲームの質も高いし、普通にいいゲームじゃない？ただその、俺さ、愛犬チェックやってみたいんで、これ一回やってみていいですか？愛犬チェック。愛犬チェックを始める前に、ここで行うチェックは、皆さんに楽しんでいただくことを目的に制作しています。愛犬の性格や育て方は、個体差、愛犬の生活環境や現在までの暮らし、飼い主との関係で異なり、単純に行動だけで、ちょっと待って、これ、遊び半分でやっていいやつかな。これ、急に病院来た感じになったんだけど。まあ、要はこれで判断して、犬のことを、これは、基準でやんなよってことね。了解です。犬飼ってないんで大丈夫です。愛犬を飼ってない人の愛犬チェックがあるらしい。チェックしたい。あ、おすすめワンコ教えてほしい。めっちゃおすすめうんこに見えた。俺が何、もし飼うとしたら、何が飼ったらいいのか教えてくれるってことでしょ、これ。14問を回答してあなたに合った犬種を探しましょう。あ、これいいね。君は愛犬と散歩できる時間をどれぐらい取ってあげられそうかな。ほとんどないかな。ちょっと待って、これ俺犬飼ってないからね。飼うのに寄せるんじゃなくて、本当の俺の、ありのままの俺答えるから今から。ほとんどないかな。猫おすすめしてくるとかない、これ。家の中でも愛犬が運動できる空間をしっかり作ってあげることが大切だね。まあ犬ってちゃんと散歩させなきゃいけないっていうもんね。ガチのマジレスしてきた。家に誰もいなくなって飼い始めた愛犬を一人ぼっちにさせちゃいそうな時間どれぐらいありそうかな。まあでもこれは俺めっちゃ家にいるから、でも極端なんだよな。本当に3日ぐらいいない時もあるし、1日に 2,3 時間ぐらいにしようか。犬は群れを作って生きる生き物だから、一人ぼっちだと強いストレスを溜めちゃうんだ。でも 2,3 時間くらいなら犬だってなんとか我慢してくれると思うよ。やっぱ俺犬向いてないなと思うよね、こうやって選ぶとね。シャンプーやトリミングをどれぐらいさせてあげたいかな。月1ぐらいじゃないの？わかんない、飼ったことねえからわかんない。動物病院に行ったり、犬のトリマーさんのところへお出かけしたりするとき、愛犬を乗せていける自動車があるかな。あ、まあ、自動車は使えるよ、全然いつでも。君は愛犬をどんな環境で飼うつもりかな。で、うちはまあ80万 LLDDDK なんで、広いリビングかな。一人暮らしをしている、家族の中に小学生以下の子供がいる、家族の中にかなり威張ってる人がいる。まあ俺めっちゃ威張ってるからこれかな。威張ってる人がいる。家庭の中で一番威張ってる人に可愛がられると、犬は自分が家で2番目に偉いんだって勘違いをしちゃうこと。おい犬、お前ちょっと買い物行ってこい。ムクみたいな犬ができちゃうわけね。君はどんな風に愛犬と接していきたいかな。家の中でじゃれさせたり、おもちゃで遊んであげたいかな。ちょっと早く結果見てえな、これ。何を言ってくるんだろう。愛犬に望む理想の姿。一緒にいてくれる可愛い存在かな。君はどんな性格の人なのかな。
あー、まあ適当な付き合いが好きかな。のんびり犬を飼うなら一つ気をつけてもらいたいことがある。あー、これ絶対犬飼っちゃダメだな俺ね。ダメだ、俺犬飼うなって言われてる感じがしてる。さっきからさっきから犬飼ってはいけませんってずっと説教されてる気分になってきた俺。みんなをリードして喋りまくるか。根気や忍耐力はどんな感じかな。諦めやすいかな。諦めやすいかな。どんな性格、賢い子がいいかな。これ最後指定してくんの。愛犬と一緒に暮らすために君が約束できることは何もない。これさ、絶対さ、下2つぐらい選ぶべきなんだと思うんだけど、ちょ何もない選んでみていい？どんだけ怒られるか見てみたいわ。飼い主の資格なし。だろうね。4ページも怒られます、これ選ぶと。むちゃくちゃ早口で怒られてます、今。4ページ怒られました。飼うために必要な心構えや責任感が持てるようになったら、もう一度自分に合う犬を探してみよう。もう今日ダメだって。申し訳ないけど、君にぴったりの犬はいないみたいだ。君にはまだ犬を飼うのは早すぎるんだと思うよ。まずはゆっくり自分を見つめ直してきちんとした責任感を養っていこう。むっちゃ怒られた。犬飼う飼わないじゃなくて、きちんとした責任感を身につけていこうね。大丈夫です、僕そんなこと言われなくても僕犬飼いません。本当にすいませんでした。犬を飼おうとしているみんなはしっかりとした責任感を持っていこうね。安易に飼いやすいですよとか言わないのがいいね。あ、でもそれは確かにそうだよね。いや結構多分そういうそんぐらいの気持ちで適当にさ飼うやつがいるやん。そういう人への牽制としては今のアンケートめっちゃいいかもね。俺はもともと飼う気ないから別にいいんだけどさ。